2人にとって初となるオリジナルソング。作詞岩谷時子、作曲宮川博、振り向かないで。和製ポップス第1号であるこの歌、男性の前で黒いストッキングを直す、その刺激的な歌詞は戦後日本の新しい女性像を表していた。振り向かないでに続くオリジナル曲第2弾、作詞岩谷時子、作曲宮川博、恋のバカンス。ため息の出るような口づけ、裸で恋をしよう。当時恋愛に対して保守的な歌詞が多い中、この歌はセンセーションを巻き起こした。その後も大ヒットを連発、うなせら D 東京。この曲も代表曲の一つになった。国内で成功を収めたザ・ピーナッツ、新たな目標は海外進出。デビューして4年、オーストリアのテレビ番組に出演、情熱の花を歌い好評を得る。翌年にはドイツのテレビ番組ショービジネスインジャパン、
ショー・アラウンド・ザ・ワールドに出演。これにより2人の実力は認められ、1965年バーデン・バーデン音楽祭にゲストとして招待された。日本初公開のこの映像にはエキゾチックな歌声でドイツの人々を魅了する2人の姿が記録されていた。このヨーロッパでの成功がきっかけで、ついにアメリカの番組から出演のオファーが舞い込む。ヨーロッパでの目覚ましい活躍がきっかけで、1966年アメリカの人気番組に出演する大きなチャンスをつかむ。トップアーティストだけが出演できる伝説の番組、エド・サリバンショー。 Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, from New York, The Ed Sullivan Show. These two young Japanese girls, their nickname is the Peanuts. So let's have a nice welcome for our...
I've been rehearsing him in some English for you. How would you say in Japanese, it's a really big show? とっても素晴らしいショーです。 That's good. Is that fine? 同じ年にはダニー慶賞にも出演、ハリウッドスターと共演を果たした。二人の実力を裏付けるようにドイツ、フランス、オランダで現地の言葉で吹き込んだレコードをリリース。デビュー以来、数多くの日本語カバーポップスを歌ってきたザ・ピーナッツの二人にとってそれは輝かしい功績だった。海外での成功は二人にとって大きな自信となった。しかし、なぜこれほどの偉業を成し遂げたのか。それには理由があった。60年代、日本の音楽界では洋楽を英語で歌ったり日本語で歌うカバーポップスが流行していた。ザ・ピーナッツも多くの洋楽を歌ったが、他の歌手とは一線を画していたという。アメリカの歌うアーティストがたくさん出てきたけれども、やっぱり非常に英語がひどかったり、それから単なるイミテーションだったりする人が多かったんですけど、やっぱりピーナッツは独自な味がありましたね。譜面上じゃないハーモニーって言いますかね、それが素晴らしいんだと思うんですね。でシャボン玉ホリデーのオープニングで必ず一曲洋楽を歌って踊るシーンがあったんですけど、それもピーナッツがそのずっと曲を最新曲というかリリースされた洋楽を聴いて選ぶわけですよ。どの曲だったら自分たちのダンスとハーモニーが表現できるかということをよく知ってたと思います。うん。
多くの番組で振り付けを担当した名倉佳代子は幾度も姉妹の絆を感じたという。ちょっとしたサジェスションでもう2人がぴったり合ってくれるので、足を組むって言えば2人で一斉にさっと組んでくれる、うん、マイクを持った高さまで合うとか手を組んだ格好まで合っちゃうとか、さすが双子ですねやっぱりね。今夜は二人ならラグラスを片手、熱いリズムビート、 That's the place for me。 ウキウキ踊ればワクワク弾む、二人のハートは生かしたリズムにドキリコン。ウキウキ踊ればワクワク弾む、 Hey boy hey girl That's the place for meパパ素敵なメロディー、恋の歌よ楽しい。デキシーバンドがガチャガチャ騒ぐ、クラリネットトランペットトロンボン。 Yes, that's a fancy 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 for me。 1967年発表のこの曲がピーナッツをさらなる高みに導く。日本の歌謡史に残る傑作と呼ばれる恋のフーガ、作詞中西玲、作曲杉山浩一、編曲宮川博、名曲誕生。そこには興味深い秘話があった。恋のフーガを作曲するときは相当な気合が入って、この曲が出来上がるまで赤坂の某ホテルに缶詰になって頑張ったのを覚えております。で、あの恋のフーガがあれだけ大ヒットした、はい、素晴らしい作品になったという大きな部分は宮川博さんの編曲にあったと思います。あのイントロのダーラッタカタカタンダーラッタラッタカタカタン、あれは僕にはとても思いつきません。宮川博さんの素晴らしいこう感覚というか、アレンジャーとしてのクリエイティビティ、創造性が発揮されたものだと思っております。とにかく曲ができてきたの。でできてきて曲は割とゆっくりだったんですよ。ダババンバンバンバー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 っていうようなテンポだったわけ。それで、宮川さんがもっと早くしようよということで、すぐピアノに向かってバーヤンタカタカタンバーヤンタカタカタンタンバンってすぐやったんだから、現場で。それでパパパパパパパラパパパってもうあのテンポにしちゃって、これでいこうってことになったんですから、わざとじゃなくて何でもなくて、譜面を見た瞬間宮川博はもうその場ですぐピアノに向かってバーッあたりを弾いて、アレンジしたんですよ。宮川博が目指したかったサウンド、その答えは長男宮川明の元にあった。あの見つけたっていうかね、おふくろがおふくろ探してくれたんだよね。でピーナッツの関係の譜面は実はこれしか残ってないっていう、それ一応これで全部なんだけど。わずかに残されていた宮川博史直筆のスコア、父が譜面に刻んだ恋のフーガの気迫と衝撃、息子が読み解く。本当下書きをしてんだよねっていう風に書いてあって、自分でここに弦を入れるんじゃって言って、この万年筆で書いたのが父の字なんですけど、8644だからファーストバイオリンが8人、セカンドバイオリンが6人、ビオラが4人、チェロが4人っていう、これだけで22人いるわけ弦がね。それに
ビッグバンドが1個いて、サックスが5人、アルトサックスが、テラサックスも同じで、バリトンサックスがで、トランペットが4人全員でこの高い音出して、トロンボーンがその下を、だから派手っていうこと以外以上に何も考えてない譜面ですね。全部ユニゾンで、しかもトランペット4人がユニゾンだからね。で、ここだってトランペットでも出る音域なんだけど、わざとトロンボーンにやらせて、でそこにオクターブ上に弦が全部走って、22人の弦が入って、でティンパニーがダラ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 。誰もが知るほど絶大な人気を誇っていたザ・ピーナッツ。しかしその人物像はベールに包まれていた。ほとんど知られることがなかった二人の素顔とは。でとりあえずお姉さんはどっちかって割とドジ気味なところを妹さんがフォローしてたというようなそんな感じでしたがね。そして姉がやっぱりそのいろんなことを決めて走るのをその正しい正しくないを妹さんがその確認してたような、それがなんか2人で一つみたいな感じがありましたけどね。ひでちゃんはおっとりしてます。あ、お姉さんの方は、ええ、月ちゃんの方がはっきりしてます。はい、だから例えば振り付けをやっててこうだったら月ちゃんの方が割とひでちゃんこうだよってああだよっていう風な、あれはあります。だからはっきりは月ちゃんもしてます。妹さんの方が、はい、お姉ちゃんの方がのほんとしてるような生活をして性格ですね。おばとのよう ザ・ピーナッツである前にかけがえのない姉妹、お互いを誰よりも理解していた。全然してない。そんな二人が
互いの性格を語る貴重な VTR が残されている。皆さんこんにちは、ザ・ピーナッツです。私が姉の伊藤恵美です。私が妹の伊藤由美です。どうぞよろしく。姉の性格を私が分析しますとですね、そう一口に言うと、そうですね、お姉さんは優しくって短気で勝ち気でそれでいて、なんていうのかな、とっても古風な女だと思います。それで例えば仕事に関しては私よりも勘がよくって、っていうのは特に下の方ハーモニーを歌ってるから音の感覚なんかとっても勘がいいと思うんです。お姉さんですね、お姉さん一口に言って自分の性格どう思いますか？だいたいね、お姉さんなんて改まって言われる。私あなたね、お姉さんなんて呼ばれたこと私も今初めて言ったなんか気持ち悪いわね。なんかお姉さんじゃない、なんか姉と妹なんて感覚全然ないもんね、うん、ないから。でも性格よくね、私が性格言うのもとっても難しいのね。なんか似てるようで似てないようで、なんか分かんないんだけど、自分ではどう思う？そうね、顔の割っていうの、顔っていうか全体のムードの割にはおっちょこちょいでもうなんか慌てもんじゃないかしら。あなたの方が落ち着いてんじゃないかしらね今度は私が妹のことをちょっと説明したいんですけど、なんか妹って言いますと私ちょっと気持ち悪いんです。どうしてかというと、妹なんて呼んだことはないし、いつも月ちゃん月ちゃんって本名を呼んでますので、やはり月ちゃんで通させていただきたいんですけど、そうね、月ちゃんの性格だからもう本当に月ちゃんっていう子は私にない素直な性格の持ち主なんです。で私たち2人でこう仕事をしていましても、例えて言うならば夫婦ってありますね、男性と女性のなんかすごく調和の取れた夫婦、私はいつもそれを感じるんです。その中でも月ちゃんはどちらかというと妻私が男なんていうわけじゃないけれど、ね、なんかすごく柔らかいムードを持ってて、もう誰からもこう声をかけられやすい。結局人ってやっぱり自分にないものを求めるじゃない。うん、なんとなくだから ね、一番思うのは、私とあなたの性格を2つに分かったらどんなに素晴らしい挑戦になるかって、モテてモテて仕方がないと思う、うん、そう思う、ね、やっぱり偏ってるからダメなのね、モテないわね2人が生み出す奇跡のハーモニー、それは互いを思いやり補い合っていたからこそ生まれたものだった。元フジテレビのディレクターで作曲家杉山浩一もピーナッツと共に数多くの名曲を残した。ザ・ピーナッツ以前にデュエット
ことというのはあまり記憶にないですね。それで彼女たちを見ていて、これはとても素晴らしいタレントであると思いましたので、ぜひ自分のテレビ番組のレギュラーになってほしいということで、ザ・ヒットパレードという番組でレギュラーになってもらいました。で、まあそれだけ一生懸命肩入れしたというのは、その2人の音楽性がとても素晴らしいと僕は思ったので、それで少しでも世の中に出したいということがありました。非常に声質がこう似ているんですね。よく似ている。でデュエットするとすごくハモる。ところがハモりすぎて2人の声の周波数が同期して、それで音が歪んだりトラブったりすることまで起きちゃった。それくらい2人の声質が似ていたんですね。ですからうまくハマった時は非常に、美しいデュエットになったと思います。ザ・ピーナッツはポップスやジャズ、洋楽カバーのヒットの印象が強いが、意外にも民謡や童謡など日本のメロディーを見事に歌いこなし、数多く残している。Yeah.
ニシン来たかとカモメに問えば、私は立つ鳥へ波に聞けちょい野菜へいやさのどこいしょはーどこいしょどっこいしょこの子の七つのお祝いにお札を納めに参ります。ザ・ピーナッツは流行歌だけではなく日本の心を美しく歌い上げた。